本当にしんどい人間はパワースポットにもたどり着けねえんだと、うん、そこまでの燃料が心に充填されてねえからいけないんですよっていう。 ということで、ほぼに力をお届けします。逃げるしかなかった。その日のことを佐野に教えてください。本日は髭男爵山田るい十三世さんにお越しいただいてます。どれやろうルネッサー逃げた生で <laughs> どうも、髭男爵山田です。よろしくお願いします。 ええ、僕、いいいつだだろう多分、中学生らいだったと思います,見てたす。あんまりその話されるとこうねあのいっぱい出てたのが「はるかかなた昔や」みたいな話になってくるんでちょっと敏感な話になってきますね。で <laughs>、ええ、その、ええ、ルネサンスのもう自分がもう出,、ええ、出会いというか、はい、多分本当まさにその僕今30歳であ大体僕は2008年2008年担当の一発屋なんで2008年担当は、まあ、あの僕らヒゲ男爵と、えええー、あとジョイマン。あ えー、あとムーディー勝山さんあたりがになってくるんですけどもまあかれこれだ16年ぐらい前ということですよね、はい、そうですね、えー、僕14歳なので<ー>中学生まさにちょうど僕が不登校から引きこもりに入った時期ですね<あ>これね中学校2年生中2の夏がそういう時期でしたから,から僕はその時期にルネッサンスをちょうど多分テレビで見て言いましたね、はいえー、だからそこで出会った さんとはテレビで見たいうだけの <laughs> う、まあ、さほどねあの人生に影響を与えるじゃないでしょうけどいやいやでもそのこの、えー、と逃げるしかなかったっていうものは、うん、これ一発目なんです類さんが実は。 全然そこは何も考えてない。デリケートになってきました。一発の手口なんです。よちょっと敏感になって見せるっていう、一発屋がトークする時の手口なんであまりお気になさらずじゃもうガンガン踏み込んできて。分かりました。一発目。一発目で、その逃げるをテーマにしたコンテンツって意外と今増えてきてる気が。まあその 味方として、ね、あまりにもこうポジティブな「頑張ろう頑張ろう」っていう声ばっかりでしたけど、うん、最近は徐々にそういう空気感っていうのもね生まれてきたのかもしれないそうですよね。はいはい、なんか自分もすごくそれを感じていてもともとはい「は逃げるな」っていう美とかがあったと思うんですけど、まあ、そこから何て言うんですかね「あのまあ、逃げていいよ」っていうような選択肢が結構いろんなコンテンツで 行ってくれるようになってきたなって思うんですけど、ねうんはい、自分がえっ、ー、と社会人一年目の時にあのー、逃げた逃げたんです。まさに <laughs> すごい今 <laughs> 社会人一年目だもう五月病みたいな話ですよ。<laughs> <laughs> 僕翌年の一月に一年約一年ぐらいはまあちょっと頑張って頑張って、えー、でもう。 に逃げちゃだめだ逃げちゃだめだっていう怒り信じ方式でずっと頑張ってたんですけど今まではだからそこで無理からでもエヴァに乗らないとダメだったって、ね、<laughs> そうなんですよあのエヴァに乗らない人生もあるんだっていうことをねやっぱ伝えていかないとっていう <laughs> 自分を選ばれしチルドレンの方だと思って言い聞かせてたんですけど会社 <laughs> も辞めたんですかじゃあその時のそうですねだからもうベッドからえー、えー、物理的に起き上がれなくなっちゃってはい、はい、で 逃げるしかできなくなって逃げたっていう感じだったんですけど。うん、その時の自分の体験を思い出すと、はい、こう、逃げていいよって。言われても。っていう気持ちがあったんですよ。うん、まあ、その逃げ場があんのかい。ね。そう,そうです。そうです。しね。何かこう逃げるをテーマにしたコンテンツをやりたいって自分が思ったときに。うん、そんな簡単に逃げられないよっていう事情が。うん、多分それぞれの人にあるなっていうふうに。 今振り返って思ってて思何かこうメッセージっぽく「逃げるな」なり「逃げろ」なり「逃げていいよ」なりそういうことを何か届けるよりも、うん、逃げるしかなくなっちゃって逃げたけどそれでも人生が続いてる人たちが世の中にはいっぱいいるっていうことを、はい、ただ流すっていう番組で 1>, 1回目だけあって趣旨説明をしっかりと <laughs> すす一発目なんで <laughs> ちょっとさせていただきましたどうせどうせ編集したら文字テロップでしょこれ <laughs> ここの部分は <laughs> レイさんにはすごい分かっててほしく <laughs> て。いやでもあのー、これがねだからそのほぼ日さんのこの YouTube の一、まあ、発目一回目に読んでいただいて最初からケチつけるのを申し訳ない。<laughs> <laughs> 部分もあるんですけど僕はちょ,ちょっとそのなんかそもそもこの「逃げる逃げない」みたいなこのに「逃げる」っていう言葉が本質を捉え損ねてる気がするんですよ、うん。やっぱりその例えば 僕がその中学2年の夏から二十歳手前ぐらいまで6年間ぐらい、まあ、不登校から引きこもりやったみたいな話もあるんですけど、うん、逃げる逃げないみたいな話になった時に、うん、こう引きこもってた当事者もっと引きこもりとしてあの言わせてもらうなら背中向けてないんですよ、ね、まあそれは人それぞれでしょうけどそういう問題というかに背を向けてるイメージがあるかもしれませんけど。うん 逃げるって背を向けることじゃないいですかはいはい、我々は結構やっぱ凝視してるんですよねそのいやちょっとしんどいなとかこれこれこうやからしんどいなとかいかれへんなとかっていう問題から決して背を向けて目をそらしてはない人の方が僕が今までしゃべったり出会ったりした人を総合するとなんかあんまそういう逃げてる人っていうイメージもなくてあんまり。はいだから 安易にまず第一声にその「逃げてもいい」っていう言い方がすでにっていう部分はこの YouTube 番組の大前提にケチをつけて申し訳ないですけど <laughs> いや <laughs> めっちゃいいスタートです。これはでもちょっと抑えとかなあかんかもしれないですよね。自分自身の当時を振り返っても、うん、やっぱりその業種。 とにかく向き合い続けたくな目をそらせないでしょ。はい、やっぱりその時の何かその別に学校じゃなくても会社にしても、うん、あの毎日憂鬱で苛まれてたりとか、うん、うわこれをどうしても会社のあの空気とかあれに馴染めへんなっていうことから、うん、目をそらしてはないんですよ。だから逃げてはないんですよね。だから僕は的確に言うなら。 手放してもいいいいいいよぐらいがいいと思う<ー>いやでもここで頑張らな、うん、成長はないよとかいうことによってこう自分で握ってるつもりでいて上に結構こういうギフッとこういうね、うん、社会のこの空気という手がこう握りしめさせられてるっていう感じがあるから、うん、いやもう,もうそれもうそんな死ぬなら手放してもええねんでっていう、うん、いつまでもつかんでる人ないよっていう。 なんか感覚でいいたいかなと思ってますけどめちゃくちゃわかりますあの、まさに多分向き合いすぎることによってっていう部分は結構いろんな方に共通してあるのかなとは思って、うん、ただその、じゃあ何にどう向き合ったのか、うん、向き合ってしまったのかそこが多分本当に人によって中身が違うから、うん、なんか無理やり一般化することはできないというか。 こうこうこうだぜって言って立ちどころに僕「僕私外に出ます」みたいな、うんうん、そんな魔法の言葉をはけるはずもない、うん、でさっきはずっとおっしゃってる通り全部ケースバイケース人それぞれなんで僕は僕に似たパターンの人にしか、あのー、届かない、うん、届く言葉は言えないと思う、うん、っていうのもあるし別にそのなんていうんですかカーテンを開けて。 ベッドから抜け出して町へ繰り出そうぜみたいなことを言いたいわけじゃなくて、うん、もっと逆にネガティブというか、うん、1一回、不登校引きこもりってなるとこの社会ってなんかこう弁が一方通行にできているというかこ,う、うん、この弁を出てしまうともうこっちからこっちには行かれへんっていう、うん、そういう意味でなんかこうやっぱ排他的な雰囲気っていうのはやっぱあるんですよね。うん、正規ルートに戻りづらい、うんはい 戻れなないはないかもしれないけど、やっぱ戻り戻づらくなるんですよ。うん、だからそのリカバリーはできるだろうけどめっちゃ面倒くさいことになりますっていうややこしさをもし引きこもりそうやなって思っててこの面倒くささを見たときに、うん、うわーわわわこんなしんどいことなんのいや,もうやめとこやめとこって思える人よって思ってですよ。あ そっちなんです、ね、そうだからその今気こ持ってて悩んでてっていう人に対して僕は何か言って劇的に状況を変えられるなんてことも毛ほども思ってないわけです。<ー>まるで何かのすくい巧妙があるような顔して、うん、何かしらの言葉を語りかけてくる人は信用したらダメやと思いますそれは <laughs> 今日。ルイさんに来てていいただいてよっか解決策は持ってないでしょいう,もう僕 僕がなんでこういうあの発想に至ったかっていうのがもう今あのルイさんがおっしゃられていたことを本当に多分近いことを思ってるんですけど、うん、あの今年の2月に、えっと、定時制高校で講演してくれっていうお仕事をいただいたんです。はい、でそれは僕が前 あの前職でやってた番組で自分の体験談とかちらっとあの話してたのを見てくださったその高校の先生が呼んでくださったんですけどさっきお伝えしたようなあの社会人1年目であの会社に行けなくなってしまったところからなんとかこんな番組に出られる人になってみたいなことを先生おっしゃってくださ,くださるので。<laughs> その まあ、定時制高校も何かに挫折してここにたどりついてるけど頑張りたい気持ちがある子が多いのでどうやってそこから這い上がってこれたのかっていうのをあの話してほしいっていうふうに依頼をいただいてで僕原稿書いたんですよあのスライドも作って、えー、なんですけどなんか書き終わった後で。うん これう嘘だなって思っちゃったんですよ書いた <laughs> <laughs> いやなな別にこういう内容で話してくれっていう指示が強くあったわけでもないでしょ全然ないです一応その場で何喋ろうかなと思って自分でこう原稿下書きしてで出来上がった時にあれこれ嘘やなって思ったってことさ <laughs> そうですそのうんどういう部分がちょっと逆質問なんですけど <laughs> いやいやいやどういう部分がご自分でちょっとこれは嘘やなと思って。 その人生で壁にぶつかった時に逃げるという選択肢はありだぞと、うん、逃げるほどの地獄って自分にとってものすごい辛いことが今巻き起こっている状態だから反対側を見ると自分が本当は欲しかったものとかが見えてきたりもするから逃げずにずっとそこの地獄にとどまってるよりは逃げてしまってあの自分にとっての幸せってなんだっけっていうのを。 見つけていく機会にすることだってできるんだっていうようなことを話そうとしたんですよ。それ下が原稿になんですけど、うん、僕その会社を辞めてから10ヶ月ぐらい、えっと、無職で仕事に就けなくて、うん、あの最終的に大学時代の親友にあの拾ってもらう形でアルバイトの仕事を再開して今の仕事につながっていくんですけど。えー その動き出せなかった10か月間が地獄でなんかこうずっと家にいらっしゃったんですかずっと家にいてい家をって何してあったんですか最初は会社でこんだけしんどい気持ちを頑張って耐えたんだからとにかく休もうってことで2か月ぐらいはずっと「スプラトゥーン」っていうあのゲームを塗りたくってたんです、ね、塗りでもうめちゃくちゃうまくなったんですけど <laughs> で、俺があの<え>今小学校六年生の長女とスプラトゥーンやってくれってやって、イジュアレスッチかなんかでこうやり始めたんですけど、あまりの操操作の難しさに挫折したあると。あ、本当ですか。確かに十ヶ月ないと馬なれるじゃん,かん <laughs> うちのそうなんです。結構 <laughs> あの難しいんですけど、はい、やっぱもうずっと家にいるんで。はい、時間あるから。半端なく上達するんです。えー でもやっぱりこのままじゃダメだっていう焦りは出てくるのでいいそこから就職活動始めるんですけど入りたい会社っていうのがもう見つからなくなってしまっていい10か月間動き出せないっていうのがあったんですけどもうその時が一番僕はや闇というかな,あなんかこれ以上人生を続けられるイメージがあんま湧かないって思ってしまって。っ、うん、いう期間があっていろいろあって今。 こう慣れてるけど人によってはそれを耐えられるかわからない自分はたまたま周りに支えてくれる人がいたりしたから大丈夫だったかもしれないけど、うん、って思うと人に逃げていいよってなんか気軽に言えないなって、うん、それこそ一般化してねそそうですそうでですすみんなにこうその逃げていいよというメッセージを大量生産しばらまいていいのかという。ですです。 っっていいうのを原稿を書いたたときに思ったんですのこれは違うと思って全部消してあ<ー>あの僕には自分のことしか話せないから<ー>何もメッセージは届けられないんだけど何、うん、か感じてくれることあるかもしれないっていうことで自分のことを話したの,、うん、の,の生徒の感想文が僕はすごいグッとささ響いてくれたってことですね。 だと思いますその最初書いた原稿を全部捨てて、うん、あのその場でこう話したことっていうのがそうです生徒さんたちに響いたっていうだからやっぱりその今のお話聞いててもいやすごくあの分かりみが深いというか<ー>やっぱねもう成功たでしかねもうなんていうんですかね要するまあこれいろんなところで言わせてもらってるんですけどやっぱもう美談でしか咀嚼できなくなってるっていうこれはすごくね、うん 重い問題だすよ、ねうん、だご自分でも気づかずにやっぱりサクセスストーリーとしてのバイアスがかかっちゃうんですよね。そうなんですでやっぱり今これもほんまにもうメディアが悪いと思うんですけどなんかもう通り一辺の味付けしかせえへんっていう時代がやっぱちょっと長く続きすぎた。うん、要するに えー、こんなに大変な道のり苦難苦労を乗り越えて一時は本当に腐り果てねもう駄目になってましたけどこうこうこういうことがあって出会いもあって、うん、今やこんなに輝いてますっていうあのー、飯ばっかり出てくるんですよ。で本当で言えばこう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 いろいろ乗り越えて。 出会いいもああっった、た、るいはなかったそして今特に輝いてもいませんの方が大多数のはずなんですけど、うん、それをなんかもう意識的か無意識的かも切り捨ててるような気がして、うん、だからしんどいんやと思うんですね。特にこういうインタビューとかの時に新聞とかで僕は引きこもってたって話をもう何年も前にしてからそういう機会が増えたんですけど、うん、やっぱこういろいろここうこうこうでいくもつっててんかちょっと脅迫神経症みたいになって。 いいろろ話してて、今言うとまあまあ本当にその頃の苦労があったから今の山田さんがみたいな、ねうん、で僕はもう,もう意識的にあの引きこもってた時期っていうのは本当に無駄でしたわでもむしろあのちょっと強めにもうドぶにしてたやるもんですわ、うん、っていうことにしてるんですもん,うんで,ですって言うてもいや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  やっぱその時期があったからこそ今の山田さんがみたいなことになるんですよ。もうねそれしか許してくれないんですよ、ねそ。そのテンプレでしか記事は書いちゃいけないっていうなんかその「ャゼみたいなのがあんのって思うぐらい <laughs> しかも「ャをこうやってですよ超えてだからもちろん そういう期間が例えばスプラトゥーンさっきの話で言ったらあの時期にゲームをやり込んでたから今 e スポーツでとか、うん、あるいは e スポーツ関連のインタビュー記事コラムとか書けるんですよこれいいことですよ、うん、いやこんなことがあっていいんですよその時期のことが糧となり、うんえー、今の仕事につながってたり人生を豊かにしてくれてますだから無駄だと思いませんっていう人がいてもいいしそういう人の方が俺はまあ多数であった方が健全やなと思うんですけど、うん 一方で本人が無駄や言うてるものを無駄じゃなくするというか無駄を許してくれないというどこが寛容の社会やねんっていうねこのなんか不寛容はやめましょうみたいなことを声高に叫んではるけども同じような媒体会社から来た人が絶対に美談で終わらしたがるっていうのは俺やっぱすごい矛盾やなと思っててだからそのなんかこういう話でさえ もうまあ、それはもうしょうがないですけどそういう社会から、うん、もう一つの商品というかパッケージングされてしまうっていう、うん、その無駄を許してくれない空気感があるなと思った時にしんどいなと思う人ってたくさんいると思う、うんうん、だから全部そうしようとか、うん、これが正義なんだってなるとやっぱり、あのー、ちょっと息がしづらくなるっていうことですよね。だから これは苦言じゃないですけどこんなしょうもないコスプレギャラー芸人が苦言なんておこがましいですがもうく食べてほしいものを作ってる時があるんじゃないと思ってそういうとこをなんかもしかしてこう自分,自分が食べたいとかあるいはみんなこの味が好きなんでしょって思い込んでるコンテンツばっかり届けようとしてないっていう。うんうんうん 毎日大谷翔平見すぎてないみたいなあのことやっぱりちょっと思いますね、まあ僕もそのそういうお昼の情報番組のまあ放送出てコメンテーターみたいなことをさしてもうてる身でありながら、あれなんですけど、ちょっとやっぱりね、大谷翔平を見翔平さんを見すぎてる気がします、一時はやっぱりなんや、本田選手ばっかり見てたし。うんうんうん 中田選手ばっかり見てたし、うん、テレビや何やで媒体ではそういうことばっかりやってたし、うん、ちょっとなんかそ,そういうのもなんかねりてだからなんか、うん、まあぐるっと回ってこの番組のやりたかった趣旨というか、うん、っていうところでその類さんはじめこの後、まあとどれぐらい続けるか分かんないですけど、うん、出てくださる方々がもう全然それぞれ違うことを言っててもいいし。 それ,はね、それはいいですね、うん、やっぱなんか自然と整合性取ろうとしたりとか、うん、シリーズ感出そうとしたりすると、うん、やっぱり嘘つかないとダメになっちゃいますもんね、うん、部分はでその喋りても聞き手も、うん、どっちもなんかこう沿わしていこうみたいなねこう決めてた思ってたルートに沿わしていこうっていうバイアスかかるからそれはよくないなと思うしあとやっぱ僕がもう,もう最近はさすがにあんまりないですけどポジティブなものとかキラキラしましょうみたいな。 ことはやっぱりメディアが発信しすぎてるなの一例としてやっぱ当時そのパワースポットを押しすぎてたっていうのはなんかもうどのなんか日曜の昼とかねまあまあその時間帯どこでもいいですけど雑誌もそうです何でもそうですけどなんかこういうパワースポット行ってきましたとかでもよくよく考えたらねそ山奥のねちょっと小高いところの滝とかね なんかどっかの神社の脇にある石とかね、<石>そんな土でできるやつ元々もともとパワーあるんですよ。<laughs> 間違いないですね。元々パワーあるやつがパワースポット行ってきてキラキラしてるでしょ。いやかましいわっていうね話が世に満ちてたのに <laughs> <ー>誰もそれを言わないっていうのがやっぱ僕は奇妙だなってすごく思ってて<ー>本当にしんどい人間はパワースポットにもたどり着けねえんだと。うん そこまでの燃料が心に充填されてねえからいけないんですよっていうなんかそういう矛盾も平気で垂れ流していたみたいなのがあったと思うんです、うん、やっぱりそのポジティブなこと前向きなことを発信するときってむしろ気をつけて精査しないとダメだよと思うんです、うん、という意味でこのコンテンツは悪くないなって上から目線で申し訳ない <laughs> いやいやいや,いやこういった お話ができるのではって思って、本当にそうなんです。<laughs> あの見透かしてんじゃねえ <laughs> <laughs> で、今、はい、お時間が15時55分なんですけど、うん めちゃくちゃある意味すごい巨大な前段を今いや前段違います <coughs> <laughs> 違います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 でも気づいたらですよ <laughs> 気づいたら <laughs> 普通一般の一般のって言うとあれですけど <laughs>、ええ、通常のインタビューってまずあの中学時代の類さんの具体的な話をすごい聞いていくと思うんですあ<ー>確かにやってないんです今 <laughs> まあまあでもまあなんか手前見そうですけど そういううの何個かかあるからそうですよねいいでしょうってことですね。<laughs> いや本当に今日どういうお話をしようかなしたいなって思ってた時に、はい、もう類さんはいろんなところでその体験談っていうと,ところはあそれは機会に恵まれてますね。はい、お話しされてるからそれをなぞるだけになっちゃうとなんか類さんからしてもあの繰り返しになってしまうからお<ー>気づいありがとうってなんかどう,どうしようかなって思ってたんです。あ 話し始めたら、自然と具体的なエピソードトークの話に一切お互いになら大丈夫、薄いインタビューみたいにならへんかないや。僕はむしろ、<laughs> その逃げるっていうところの根幹に一番最初に触れていただいて、うん、そもそも逃げるってっていうところから入っていただいた。来るときだからちょっと憂鬱やったんですよ。なんでですか俺はちょっと、この言い回しは嫌やなって思ってたから。<laughs> ああ、なるほど。 いやだからこれをさ冒頭からちょっと否定せなあかんのかああと思いながら来てしまったんで,でも否定していただいてよ,く <laughs> よかったです僕はすごくでまあど,どうい入れるかもしかしたら入れないかもしれないんですけど、はい、その類さんが実はそういうご経験があったんだってことをこのコンテンツで初めて、はい、あの見る人に、うん、まあでもまあ引きこもってたとか、うん、あですです、はい、のあたりをもし ルイさんが退屈でなければ。じゃ、あちょっとダイジェスト的な感じで。<laughs> でも、深まりなくなっちゃった、ら多分深まっちゃうんですけど。<笑><笑>そ,そこもお話。そもそも、やっぱりちょっと嫌な子供だったんですよ。まあ、正直。今もそうですけど、空虚な人間なんですね。やっぱね。趣味とかもないし。うん、何にもないですよ。 先生とか親とか、うん、まあ大人に褒められたり評価されたりすることをモチベーションとするような子でなんか小学校2年生ぐらいの時の親父がその飯食うテーブルのとこで新聞か何か多分読んでて「でおお!」とか言うたから「どうしたん?」よでこう見に行ったらどっかの男の子が恐竜の化石を発見したみたいな「うん、うわーすごいな」僕と同い年ぐらいやったんですよ確か。 誰に言われるでもなく恐竜とかそういうものが好きで足ひげく意識ばっかなんか知らんけど通って、うん、ついに発見したっていうその内から湧き出る衝動みたいなところに感化された方がいいのにうん、うん、僕は新聞に載ったら親に褒められるっていうそのすごい上辺の部分だけ。はいだけ すくい取っっててしまって本当にもう鍋の悪みた来なら<ー>食べたらあかんとこをすくってしもって感化されてしまってはい、はい、そこからすごく新聞に載りたくなるっていう<ー>で実際んかあの国語の授業でポエムの宿題が出て、うん、でそのポエムが良かったら地元のローカル新聞に載るっていうやつがあったんですけどはい、はい、その時に大人が好きなのどんなんかなみたいな考えて。<laughs> で当時も僕醤油もバラも漢字で書けたんですけどあの簡単な漢字まですべてひらがなにひらがなが好きでしょで子供っぽさ子供らしさし無垢な漢字が好きなんでしょっていうのがあったから全部ひらがなに開いて「えー、僕のランドセル」っていうポエムを書いて <laughs> 神戸新聞に載りましたあ見事、はい、へえ<ー>3人兄弟で僕真ん中なんですけど おお兄ちゃんのお風呂僕のランドセルはお兄ちゃんまだ覚えてるっていうのが気持ち悪い <laughs> 僕のランドセルはお兄ちゃんのお風呂お兄ちゃんのお風呂だからぺったんこだんかね使いすぎてす、ね、ペタンコですうん、うん、だから僕も大切に使って 弟にあげるみたいなやつを書いたら<ー>まんまと乗って <laughs> 親も大喜びですも切り抜いて台紙に貼って玄関に飾ってますよ<ー>そんなことばっかりやったんですよ。<ー>特に自分かから出てくるようななことがなかったんで,す、うん、でなんか小6の時にそれまで全然中学受験とか考えたこともっていうかその存在を知らなかったみんな地元の近所の公立に行くもんやと思ってたら、うん、休み時間に残って勉強してる子がいて「何してんの?」って言ったらやつ「 実は中学受験で4年生から塾に通ってんねんけど、うん、でもう最後やから6年生追い込みでえなんか日農研にうとこ行ってんねん言うていう子がいていろいろ話聞いたら中学受験かっこええなやったら褒められるんちゃうかってまた思ってで今までそんなこと知りもしなかった考えたこともなかったのにその足家帰って親にでもそのまま その細野君言う子なんですけど、うん、細野君今日聞いてんけどって言うたら絶対に OK してくれるわけがないから、うん、実はずっと4年生もう4年生の頃からやってるって言ってたからよ4年生の頃からずっと思ってたけど <laughs> 家のお財布事情とか考えて言い出せんかったでももう,もう我慢できへんわ <laughs> したたかだなぁと,とうとう言うみたいな感じで「<laughs> 俺中学受験したい」でも受験する学校も何にも思いついたない <laughs> 知らんのに「中学受験したい」 でだから塾行きたいみたいいみなこと僕そもそも塾行かしてもらったことなかったんですよ。うん、まあ別に普通に勉強はできてたから。うんうん、で言うたら「えらいあっさりええよ」って親父が言うてで多分落ちると思うんだよ。うん、もう小6の夏前ぐらいらあぎギリギリですね。もうそんなとこから中学受験のあの専門的な勉強して間に合わずないから。うん、で塾行って、ね、塾もその日農家に行きたかったんですけど親がケチって家のすごい近所の僕と。 先先生と先生とのっ子しかいいもごさんまに <laughs> 普通の2階建てに1回青白い顔した若い先生<ー>僕はこれ申し訳ない本の中でしょうもない塾って書いてるんですけど<ー>もう中学受験の対策もしたことないです<ー>その先生の甥いっ子みたいな子供が<ー>家で宿題するとはかどらへんから来てるみたいな感じので大丈夫かでなんでんか。 どっかのタイミングで親に渡された封筒月謝渡しといてって言われてみたらめっちゃ安かったんですよ、えー、だからここにしたいああなるほどでも,うもうしゃあないわ言て自分で参考書わっと集めて、まあ、勉強わっとしだして、うん、だから何しに来てんのやろ俺とも,、ね、もう自習しに来てるわ <laughs>、うん、金払うてと思いながら何ヶ月か経った時にあの本当に当時恐ろしさに震えたんですけど、うん 先先生よよりにに問題が解けるようになって <laughs> そんなことありますか算数の図形の問題とかこうやってわってやってたら、うん、先生は横でなんかそれらしい雰囲気出しながら「うん、確かにこの問題難しいよね」<笑><笑>やっててでも僕の中にその先生より先に解いたら先生に恥かかしてまうする<ー>とこの空間がめちゃくちゃ気まずくなるからそれは避けようっていうことで。 僕が取った行動がほんまの正解の補助線はもうここやってか,かってるんですけどはい、はい、まだ先生はそれに気づいてないからこの正解の補助線の近くに嘘の補助線引いて「<laughs> これは違いますよね」みたいなこう先生を導くっていう作業をやり始めた。はいはい で途中であいや違う山田何やってんのこんなとここやろなみたいなことあそっちかみたいなことを <laughs> ずーっとこう先生を導くっていうやり方をやってたらそれが多分よかったんでしょうね。うん、ああ<ー>半年足らずで当時結構あの関西で御三家みたいに言われてたところの学校に受かるんです。ああ教えるっていう学習法を教えね。<laughs> <laughs> で、通ったもんやから「そんな短い期間で?」って周りも言うし自分でも思ったしその塾の先生なんかは正直何もしないんですけど「君も山田君になれる」って書いたチラシを街中にまいたう、でだからその時にんかちょっと自分の何か振動感みたいな天狗ですわれながらすごいな俺と街で一人ぐらいやからみんな地元の学校行くんねんけど違う制服着て。 自分だけ電車乗って、新学校行ってるのに、うん、で「もも大喜び」うんで「近所の人に言われたら純三もすごいね」とか言ってんかちょっとこう俺すごいなーっていうほんで学校入っても他からはなんか当時だからそれこそ日農研とか。 代々木ゼミナールとか浜学園とか、うん、鉄力会とか有名塾から来たやつらばっかりやのに、うん、俺だけなんかわけのわからない、うん、<laughs> 青白い先生のとこから来て <laughs> わみんなすごい「うわ浜学園の人!」<laughs> って、まあ、その塾だけでもちょっとテンション上がるぐらい知ってるの<ー>有名なとこやみたいなのがひしめいてんのに<ー>なんか大体学年で10番以内とかへえ。 ガチ振動ですねで部活入ってもすぐまあサッカーずっとやってたんで、うん、レギュラーになってとかうん、うん、で中1の時に三者面談で先生に「このままいけば山田君は東大に行けます」よって<ー>太鼓押してもらって、まあ、今考えたら何のインクもついてなかったんですけど <laughs>、うん、いやだからもうちょっとテンション上がってもうって。うん、で一方で数学にもうその。 家出てからとか起きてからみたいなことで考えるともう片道2時間時間とあへそんなに遠くから来てるの僕ぐらいやったんですけど<ー>みんなやっぱ芦屋とかそれこそ神戸とかからで。うん 僕はミキのミドル学と山奥から行ってたで部活もやって勉強もやって部活もやって、うん、ふたふたになって夜帰ってきて宿題わあやって、うん、ちょっとだけ寝てまた起きて学校行ってでもテンション上がってるから意気揚々と俺は違うんや、うん、みたいなことで 1>、うん、中1中2となっていくんですけど、うん、やっぱりその中2のその,その夏手前ぐらいにあの、まあ、きっかけはそのうんこ漏らし事件っていうか。うんうん でも通学の途中でちょっと漏らしてもうって慌ててこう運動場の,その端っこでわーっとあろうって事なきを得たんですけども、えー、2時間目の休み時間ぐらいにうち校内着に着替えるタイプの学校なんですけど、うん、わーっとあろうった制服椅子の下に惚れ込んでたんですけどそこからこう夏の暑さでふわーっとこうよみがえってきて「うわやばいやばいこれやばいわ」。 お俺しんどいのにみたいんだって3位とか取ってるんですもんその俺が<あ>うんこうなしたみたいなこと言うわーこれは無理や!」ってなって2時間目か3時間目の休み時間ぐらいに誰にも何にも言わんと家帰って、えー、そっから引っ込むってただこれ大人になって確認したら誰も気づいてなかったんですよええー、これがもう驚愕でマジかっていう自分がだけ気にしない同級生とたまたま何人かと飲む機会があった時に なんかね、誰からともそういえば山内中二のあの時から学校来はになったけど「あれ何?」って言われて「へ<ー>気づいてなかったんかい」みたいなことはありました。へ<ー>なるほど。ほんまにあのー、自分の中でこう、なんかも,もがいて勝手にって感じです、ねうん。あの、インタビューの動画拝見した時に、はい、ちょうどその出来事が起きてすぐ夏休みに入った。はい でその夏休み明けから学校に戻らなかったっていうお話だったと思うんですけど自分の足が止まることになったのは、うん、おもらしをしてしまったということが嫌でもう学校に行けないってなったのか、うん、それは引き金でこ,これまで続いてきた2年間のまあハードな毎日から、うん、あ逃げられるって っていうところもあったのかでううと、うん、ど,どう思いますあ<ー>ご自身のことはまあ空虚だっていうふうにおっしゃって、うん、まあたその空虚ゆえに外からの評価っていうものを欲しがるようになって、うん、先生であったりお父さんお母さんで大人の評価を多分欲しくなっていくの、うん、ででやっぱ振動なんでそのやったらできてしまうっていうところで実際に評価が得られていったわけじゃないですか。うんで 多分そういう進学校だと、まあ勉強量とかも自宅に帰ってからとかも相当ハード。いや多かったですね。そうですよね。うん、だからなんか普通にしんどいんだけど、うん、今のところこのルート行ってる自分めちゃくちゃ大人たちから褒められる人生行ってるぞっていうところが、<laughs> まあ自分が望んでる状態でもあったがゆえにブレーキをなぜかかけなきゃって気づくのが。 遅れた,のあったのまあだからやっぱりまず根本的に体がしんどかったっていうのもあるでしょうね。単純ににまず疲れてた肉体的っていうところにやっぱりちょっと粗相したっていう事件がまあ引き金となってちょっと緊張の張り詰めた糸が切れたみたいなことがあの正確なとこかなとは思い、ね、ますね。やっぱりその あんなに評価されてた、うん、この俺がっていうのもいや、もちろんありましたよもしバレたとしても「へへ、やったことこったな」って言えりゃよかったんですけど、うん、やっぱりもうそこを受け入れられないというか、うん、プライドですよね変にもう肥大化してしまったプライドね、その夏休みの時にもう宿題をね、うん、一切しなかったできなかった できなかったのかしなかったのかそれは自分でも線引き難しいんですけどなんかいつもやったら1週間とか10日で夏休みの宿題なんて終わらすタイプの子やったのに<ー>一切手つけれなかったんですんでも周り親にはやってる雰囲気出してたんです<ー>だからその夏休み明けて今日から10日やでっていう時に、まあ、僕もベッドから出れなくなったんですけど親が何回うちの親父が何回も越しに来てもベッドから出れず。 だから親も,もすごい戸惑ったと思んであんな普通に生活してたのに急に行かへんねん。うん、で僕の中では宿題全部やってないって言って、うん、であんなに成績も良くて、えー、一目置かれてる俺が、うん、宿題を一切手つけずに学校なんか行かれへんっていうこのプライドがやっぱ一番でかかった気がしますね。 確かにその中学受験期から中1中2とがんもうすごく頑張ってたと我ながら思うんで、うん、その疲れがたまってたっていうのもやっぱりそれもまた大きい。だからこの,この趣旨に添えなくて申し訳ないですい<や>逃げたというニュアンスで正直ないんです僕のケースは、うん、おそらくまあ心と体が守るために逃げ出したみたいな言い方できるかもしれないですけど、うん、その。 全然嫌嫌じじゃゃななかかっっったたた。んん。ですよ学校自体は。あっは、うんはっまあ、やてことうそれ確かにもっと楽にできたらなんだでも、ちょっと完璧主義なところがあったんですよねやっぱり。うん、その中学受験やるときに何でもきちんとやる考えてやるちゃんとやるみたいなことを意識して成功したもんやから、うん、ああ、俺が得意のそっちなんやな好きなのそっちなんやなみたいになって。 その中学生活も結構ねきち、うん、ってやってたんですよ、うんで。それが引きこもってから現れる脅迫神経症的なノートの角そ揃ったり、うん、なんかもうか、ね、シャーペのーンの芯落ちてじゅに行ってもそ,それ見つかるまでそれを見つけずに勉強しても身にならないのだみたいなことやか<ー>そういうのにしたいの自分の。 でかくなりすぎた、こう自尊心ゆえ、あるいは完璧主義とか。んなんかそういう部分がやっぱり。大きかったかなと思いますけどね。うん、それは、今は、なくなってるんですか、完璧主義な部分。自尊心。あ、いや、でも、あのー、それは、それこそ、ちょっと。 トロビでは、まあ、完全に消すすことはねそうですよ、ね、あの自尊心が消えたらそれはもう死んでる時やから完全に消すことはできないと思うのでとろビでちょろちょろっとこうありはしますけどそのまあやっぱ自分を諦めるっていう作業をすごく大事にするようになったのでそういう部分ではうまくコントロールはできてるかなとは 思いますけどね。その引きこもり期間が終わるのがど、うん、どのタイミングでしたまあだから二十歳手前ぐらいですねだからそのなんか同級たまたま同級生の同級生というか同世代ぐらいの人たちの成人式かなんかのニュースをいたのかなうんほんでなんかなんかあのー、その成人式 社会人っっっていうワードがやっぱ強かったです<ー>それまではやっぱりそのいやいやもう俺は何と言ってもみんなに一目置かれてた山田君神童やから、えー、追いつこうもったらいつでも追いつけますけどみたいな気持ちでいたんですけど、うん、やっぱ成人社会人っていうワードがわこのままやったら同世代が射程距離外に行ってまうみたいな、うん、もう追いつけなくなっちゃうみたいな。 巨大な焦りに襲とかかその当時やっぱその脅迫神経症じゃないですけどそのルーティンみたいなのが何個もあって、うん、なんか揃えなあかんとかう窓指紋一つついてたら嫌とかもう全部もう23時はあったんですよ。うん、それやってからじゃないと勉強できへんとかうん、うん、そんなんやってたら当然疲れるから勉強もできへんとかいろいろあってそのルーティンワークみたいなのが。 すごく僕に立ち塞がってたんですけど、うん、でもとにかく何とか1ミリでも動かなもうどうしようもなくなるから、うん、ってことで「とりあえず」っていう言葉はすごく大事に。うん、もうそれまだ完璧主義やったんですけど「なんかもうとりあえずでええから」か部屋から足先だけ出してみると、ね、はい玄は関い、はい、まで行って靴に指先だけ入れてみるとか,なんかそ,のそのミリ単位の「とりあえず」を積み重ねて。うんうん まあ物理的には、うん、あの引きこもりを出することができたっていうねそのいっぱいあったルーティンワークも、うん、これは後になんか精神医学の先生に研究させてくれって言われたんですけど、うんはい、230あるこ,のこれをこなしてたらもう拉致があかんから、うん、ある時から全てをギュッとこう拳に集めてこれにと息を吹きかけることで全てを行ったことにするという。うん ルーティンに置き換えることに成功したんです、うん、そしたら格段にはかどり始めましたあなるほど <laughs> でも普通はなんかやっぱそのカウンセリングとかそれ専門家と話したりとかしてまあ何かあるらしいんですよ何かに置き換えていくっていう、うん、両方みたいなそれの最多のもえみたいなことらしいんですけど、うん、普通はその専門家と一緒にやっていくのがいいんですけど、うん、当時は僕もしくは僕の家族に。 そういういつても知見もなかったから、うんまあ、自らこう確かに何かそういう、まあ、時って、うん、あの例えば自分の場合はずっと「なぜ自分は、まあ、こうなってしまったんだろう」とか「なぜ動き出せないんだろう」っていう「Y、うん」Why をめちゃくちゃ自分に向けてたんですよ、ね。うん、何か自分が抱えている問題を 解決しないとこの闇は終わらないっていうふうに思っていたんですけど、うん、僕の結論それは何も解決などでしようがないことだったんですよ。うん、そんなこれを解決したらこ,この闇が終わるみたいな,なんかシンプルなことではなくて、うん、自分も動き出せたのはその友達が見かねて「なんかお前 学生時代ツイッター面白かったからなんか文才あるんじゃないって言ってライターの仕事に誘ってくれたことからあの開けていったああそのお友達は偉いというか具体性があっていいですよ、ね、うんそのお、ね、前 SNS の投稿とかすごい面白かったからそういう仕事したらええやん。で終わらないからね具体的にこうアクセスできる窓口とか出口を示してくれたしう示そその引き出しにあったということそうですそうです そういういいいい助けはね、ね。すすごくいいなと思いますよ、ねうん、だから自分はそこがすごく運がよく、うん、で多分具体的に頑張ることができたから言わ<ー>れたから抜け出せたと思うんですその自分の何かを解決しなければ抜け出せないって思ってたけど、うん、そんなことではなくなんかあんまりそこにそれこそ冒頭に出た凝視しすぎた自分を。うんうんだから しんんどかったんのもあると思うんですよ心身が多分ねうん、うん、これはもう僕の想像やし自分やったらそうかなと思うというだけの話に過ぎないですけど、うん、そういう時ってなんかその出口の手前に荷物を置いてこれを処理せなあかんって思うことによってとどまろうとするみたいな心理がちょっとあったりするのかなと思って。なるほどだからそういう,そう,いう時はそう,あのそういう具体性を持ってアドバイスしてくれるお友達とか周りの人が。 い,ていいいてなと思うんですけど僕が引きこもってた時は本当にもう心がテフロン加工みたいになってましたから誰が何を言おうがはねつけるっていうでもそういう時期ってあると思うんですよ。友達とかもなんか僕はお見舞いって呼んでましたけど23人来てくれたんです。えら,えらい遠いとこから来てくれるんですよ僕のうち遠いから。 あの「大丈夫か純蔵」とか「マッチとか言って、うん、家来てちょっと話してくれるんですけど、うん、まあ僕も普通にまあ,ある程度受け答えをするんですが心の中ではなんか、うん、あのど,どうせ内心点を稼ぎに来たんだろうみたいな。あ<ー>である,ある時の先生体育の先生が来てその先生は自分の車の運転士来てたんですけど。うん 太の先生でちょっと熱血っぽい毛がありまして、うんうん、強引に僕を連れ出し車に乗せて、うん、家の近所の小高いとこ行って車降りてもうべたな話ですよ「見てみ町や人があんなに小さい」みたいな話しだして <laughs>、えー「お前の悩みも」みたいなこと言い出してねで僕は心の中で「いやもうそれだったら先生ただの遠近法です」と思いながら <laughs> でもそういう冷めた、うん、本当何言われてももう受け付けないっていう時期もあったから。 でも,でもそれすごいそうですよね <laughs> なんか結構ぼう今,今日の冒頭にも言ったそういう時期に何かメッセージっぽいものをっていう,いうなんですカロリー高すぎるんですよ、うん、だから学生時代が勉強しがから、まあ、バイトとかするじゃないですか、うん、でコンビニとかでバイトしてる時にやっぱ一番しんどかったのが夏場チューブとか流れてる時に、うん、まあチューブさんだけに限らずなんですけど、うん <laughs> 分からんけど負けないでとかあ<ー>であ夏になったからみんな外に飛び出して探そうぜこの恋をみたいなとかうん、うん、っていうのがもうカロリーが高すぎてあ<ー>それに比べて俺はっていう気持ちになるから優先でずっと流れてるから、うん、それが結構しんどかったですね。あ 何のメッセージもない歌をって思ってましたよ。<laughs> ああ。ああ。でも。なんで込めちゃう<れ>っていう、その。ああ。だから、これはもちろん切ってほしいんですけど。<laughs> とか、すごく聞きやすいです。<laughs> 聞きやすかったです。ピーでときますね <laughs>。<laughs> <laughs> は、本当、まあ、これは僕はラジオとかでよう喋ってるんですけど、ここではさすがにやめてください。聞く前と聞いた後で、自分が何も変わらないっていう。はい <laughs> あんなにいい曲はないですよ。あ<ー>、うん、あでもあのー、僕にとってのスプラトゥーンってそれだったのかもしれない。うん、でもそうかもしれないですね。うん、その無意味性がいいのかもしれない。うん、そのやってることというかね。うん、で何の意味何も自分をこの闇から抜け出すにも深めるもしない、はい、何の意味もないある意味のこと。えー ですけど、まあ、それが多分ひすごい必要だったんだろうなっていうのは、そうですね。うん、いやそうかも。うん。無意味であることが大事ですよ。うんうん、全部に意味を持たせるのはやっぱしんどい。そうですよ。うんうん、例えばものすごいしんどい人のためにとか番組で言われてしまうと、うん、自分も多分当時だったらその。 ものすごい救いを必要としている立場なんだって自分のこと思うのも苦しかったまあちょっと惨めさがね惨めさがなんかより拍車がかかる部分もあるから、うん、逆にこういう「逃げる」をテーマにしたコンテンツって避けちゃうってたんですよ目にににに入らななないいよようにう耳、ん、しんかその世界に自分がいるんだって、うん、自覚的になりたくなかったもうすでに散々思ってるからっていうのもあって。 まあ、だからこそあんまメッセージ性のあるあのことを受け付けられない方々に向けてあなたたちに届けるわけでは全くないただの雑談をともしまあ出会ってもらえたら今日のこれを聞いてて何かあの感じてもらえるものがあったらいいなっていうことであの走り出したんですけどもすみませんこうラ前半あのこの番組はもう逃げるという概念そのものについて。 あのガーってお話する展開なりでもこれはこれですごい僕いいなっていう風に思っててだから本当これはねあんまりこういうメディアで言うべきじゃないかもしれないけど「いい俺は俺で幸せです俺は自分のこと幸せだと思ってます」もう俺はいらないと思ってるから。